っと、いいっすね。血を塞ぐな。おせえ。見るからに悪人やない。こないだも浅葱色の羽織の子がと言ってたし。
段あの辺は。いらっしゃい。おおきに。いらっしゃい。おおきに。
何？どうも、斉藤さん。お、羽織バッチリ決まってるじゃないですか。隊長の仕事を一通り教わるんだったな。はい、じゃあ早速始めますか。ああ、頼む。まずは豚所内を案内します。ついてきてください。もう昨日ここには来ましたよね。タイの大事な会議とかはこの本堂で行います。それで次の場所に案内します。わかった。ここは土蔵ですね。でも蔵としてだけじゃなくて、まあいろいろ使わせてもらってます。さあ次に行きましょう。ああ、ここには各隊長の部屋があります。もう案内されたそうですが、斉藤さんの部屋もここですね。身支度したい時や休憩を取りたい時に使ってください。では次に行きましょうか。ああ。ごちゃごちゃ言ってんじゃねえよ。また食べる。なし。
斉藤さんはまだ聞いていないと思いますが、山並さんの3番隊には普段の京都の治安維持以外にある任務が与えられていたんです。山並さんの後釜の斉藤さんにもその任務を引き継いでもらいます。詳しいことはそこの受付にいる担当者に聞いてください。斉藤さんが来ることは伝えてありますから。それじゃまた後で。
Shoot!
と、こんなとこですかね。隊長の仕事は以上です。分かった。時間も時間ですし、今日はもう上がっちゃっていいですよ。じゃ、お疲れ様です。ああ
斉藤はじめさん。私ですよ。誰だ。おっと、失礼しました。お話しするのはこれが初めてでしたね。新選組監察の山崎と申します。よろしくお願いします。三番隊隊長殿。観察。新選組の中でも情報収集や偵察に特化した部隊です。だからこの手の変装はお手の物というわけです。あなたをお待ちしていました。ここは寺田屋へ帰るには必ず通る道ですからね。俺のこともそれくらいは調べがついてるってわけか。そういうことです。これからはくれぐれも行いにはお気をつけください。どこで誰が見ているかわかりませんから。それでなんでこんなところに。東堂さんから話は聞かれていますね。三番隊の脱走大使の件です。脱走大使。ああ、確か秋元って男だったな。そうです。その秋元の居場所がつかめました。奴を捕らえるのは斉藤さんに一任されているかと。ああ、そう聞いている。で、秋元ってのはどこだ。祇園の日向屋という店です。のんきに馴染みの女と飲んでいるようで愚かなやつです。大方今日から逃げ出す前の思い出作りといったところでしょう。なるほどな。分かった、すぐ向かう。初の任務ですからくれぐれもご注意を。では失礼いたします。
新選組のあれです、あれ、あそこ見てくれまへんか、助けてくれまへんやろか。いらっしゃいませ。おお、うまい。ありがとうございました。いらっしゃいませ。
はい。Thank you.
遅いですよ、斉藤さん。東堂、なぜここに？土方さんが行けって、斉藤さんの最初の仕事だし、万が一って時のための保険だそうです。そんなもの必要ない。俺もそう願います。また三番隊の隊長が変わったりしたら、名前を覚え直すの面倒だし。さてと、斉藤さん強そうだから、大使くらいはまあ一人で十分ですよね。俺は秋元が逃げないようにここで出口を塞いでます。ああ、それでいい。じゃあ準備ができたらちゃちゃっと片付けちゃってください。俺も早く帰りたいんで。準備はできてる。見張りは頼んだぞ。お、これは何のご用で？新選組だ。騒ぎにするつもりはない。上がらせてもらうぞ。あ、ちょっと。新選組だ。ここに秋元という男が来ているな。なんだ、私に会いに来たんじゃないの？秋元君なら今お花を摘みに行ってるわよ。便所ってことか。どこにある？ねえねえ、あんなやつ放っておいて、お酒でもいかが？は？彼、新選組だって言うから馴染みになってあげたけど、とにかくドケチ。それに聞けば入隊だってコネ使っただけでしょ。そんな男こっちから願い下げよう。
その点あなた強そうだし、結構顔もいい線いってる。それにその羽織、隊長さんしか着れないやつよね。でしょ？よく知っているな。当たり前でしょ。今今日の町で新選組といえば、男なら憧れ、女なら心をなびかす。しかも隊長さんとなれば、私が心変わりしても誰も文句言いやしまへん。あなたなら今すぐ馴染みになってあげる。だからさ、水木ちゃんから離れろ。やだ、もう戻ったの？お前が秋元か。俺が来た理由は分かってるはずだ。トンショまで来てもらうぞ。誰が行くかってんだ。悪いけど、あんたを切って俺は水木ちゃんと今日を出る。そしてどこか山奥で二人静かに暮らすんだ。覚悟はできてるんだろうな。うるさい、死ね。この程度でよく新選組に入れたもんだ。さあ立て。まあ、待て、頼む、待ってくれよ。女が見てるぞ、潔くしろ。聞いてくれって。俺はさ、もうあんなとこ戻りたくないんだ。そもそも入隊したのだってコネ使っただけだし、それに嫌ならすぐ辞められると思ってたんだよ。お前みたいのがなんで新選組に入ったんだ。そりゃ町であんだけ幅利かせてんだからモテるだろうと思って。けど実際入ってみたらイカれた人斬りばっかりでさ、もう俺には無理なんだって。頼む、見逃してくれるなら金を払う。だからもういい。トンショに連れて行くのも面倒だ。さっさとどこかへ帰ろう。え、いいの？ああ、ただ逃げるんなら気をつけていけ。表に東堂が待機してる。静かに裏口から逃げるんだな。本当？やったー！水木ちゃん、行こう。え、私は。ほら早く、こいつの気が変わらないうちに。でも私がここから足抜けできるわけないじゃない。そんなことどうにでもなるって。さあ早く。おい。おっとばっち。血の汚れって洗っても取れにくいんですよね。トド、なぜ切った？なぜって？え、俺なんか悪いことしました？殺す必要はなかった。この男を逃したところで新選組に不利益になることなど一つもないはずだ。いや、
それはちょっと違うな。そんなんだったらタイは明日にも潰れちまえ。そんなまともなこと言う人だったんですか、斉藤さんって。なんだと。そもそも新選組、それにこの京の町自体がまともじゃないんですよ。勤王だってだけで俺らに殺されたり、逆にそれを追ってる俺らも殺されたりするような場所なんです、ここは。京の町、いや時代そのものが狂ってるんですよ。そんなところでまともなこと言っても通用しないでしょ。脱走者は死罪。その狂ったハットが狂った時代に生きてる俺らをつなぎ止めてくれているってことです。じゃあお前はそこまで分かっていてなお殺すというのか。殺しますよ。ほらそうやって最後は誰もいなくなればいい。そうなれば世の中も少しは落ち着くってもんじゃないですかね。あ、いやいや、今のはただのぼやきです。いや疲れますよね、隊長ってのも。東堂、お前さてと、仕事も終わったし俺先に上がりますね。じゃ、ああそうだ、一つ言い忘れてました。斉藤さん真面目そうだから先に言っておきますけど、あんまり深く考えない方がいいですよ。何をだ。裏口にもうちの隊の大使張り付かせてましたから。彼がこっそり裏から逃げてたとしても、どっちにしろ殺されてたって話っす。脱走は許さず、それが新選組の掟ですから。それじゃ。はあ、酔っ払っちゃったよ。早く風呂入んなきゃよ。これが新選組。いいな、この件は必ず俺ら7番隊で片付けるぞ。そうすりゃあれだけの賞金だ。金でも女でも好きにできるぜ。谷、何かあったのか。あ？斉藤か、てめえには関係ねえ。おい、行くぞ。なんだってんだ。
斎藤だったな。あんたは？六番隊隊長の井上だ。実は人斬り伊蔵が出た。人斬り伊蔵？まさか岡田伊蔵か？そうだ、土佐勤王党の大物岡田伊蔵。奴はこれまで幕府方の人間を何人も斬っている。新選組はずっと奴を追っていた。そうだったのか。その伊蔵が今日鴨川のほとりでうちの大使を斬ったんだが、監察の山崎がその行方を突き止めた。どうした？いや、何でもない。何でもないって顔には見えんがな。一応伊蔵は生け捕りにするよう奉行所から達しが出ている。だが今現場に向かっているのは谷と鈴木の隊。あいつらのことだ。まずその場で殺すだろうな。伊蔵は落外の賭場にいる。お前も来い。相手は伊蔵だ。準備を怠るな。伊蔵、やるしかねえのか。てめえも賞金狙いってわけだ。私が呼んだ。この戦力では心もとないからな。ああ、無用の六番隊長が何抜かしとんねん。てめえなんざ足手まといにしかならんやろが。お前らの足を引っ張る気はない。ジジイは引っ込んでろ言うとんねん。斎藤、お前もや。
うるせえな、鈴木。お前の出る幕もねえんだよ。伊蔵を取んのは俺だけだ。ダニエ、てめえ。ああ、なんだあれ。おい、あれ新選組じゃ。はい。おい、まだ来るぞ。新選組や、どけ。くそ、なめんじゃねえ。谷のやつ、追っ始めやったな。我々も行くぞ。ああ、見つけたぜ。観念したのか。何をやっちまうとはの、噂通り大した腕や。せやけどこいつの前じゃ剣の腕なんて関係ないやろ。余裕かましとるんやないぞ。谷三十郎に鈴木三木三郎、新選組の隊長も所詮はこの程度。ふん、最強の戦闘集団などと聞いて呆れる。今日は大収穫だ。新選組の隊長を四人も始末できるんだからな。こいつは俺がやる。バカを言うな。同時に攻めるぞ。奴はこういう状況に相当慣れてる。それにあんたは年だ。伊蔵の動きにはさすがについていけないだろう。あいつ相手にあんたをかばいながら戦う余裕はない。俺にやらせてくれ、頼む。いいだろう。いいんですか、お一人で。手柄は独り占めしたいんでな。なるほど。では今のあなたは新選組の斎藤はじめであると。ああ、そういうことだ。これは願ってもない。新選組の隊長であれば私も切らざるを得ません。竹地先生にもご理解いただけるでしょう。今日は思い切りやれる。来い。行くぞ。行くぞ。斎藤はじめ。
覚悟はいい。Ah!
はいいでしょう。ご苦労だった、斎藤。岡田伊蔵、ご公儀要人を手にかけた所業の数々、この道死罪は免れん。待て。どういうつもりだ。それはこっちのセリフだ。伊蔵は殺さずに捕らえるんじゃなかったのか。鈴木に谷、隊長が二人もやられている。この場で切らねば新選組の沽券に関わる。こいつにはもう抵抗する力はない。ここで切ればまた町で身風呂と陰口を叩かれる。町の人間に反感を買えばこの先新選組は動きが取りづらくなるぞ。ふん。お前にしては随分もっともらしいことを言うじゃないか。そんなにこの男を殺したくないか。奉行だ、奉行だ。なんだ。京都奉行所である。控え。奉行所。岡田伊蔵はここだ。この新選組三番隊隊長斎藤はじめが捕らえた。大木殿下、ご苦労であった。引っ立てい。あんたがあらかじめ役人を呼んでたんだな。そうだ。つまりあんたは花から伊蔵を殺すつもりがなかった。ふん。当然だろう。岡田は殺さず捕らえよという指令だ。それじゃあなんで殺すふりなんてしたんだ。斎藤はじめという男がどんな考えの持ち主なのか知りたくてな。谷や鈴木のような輩をこれ以上増やしたくはない。俺を試したのか。悪く思わないでくれ。それより伊蔵とは随分親しげに話していたじゃないか。そんなことはない。もしもの話、新選組幹部が金の塔の殺し屋と通じていたとなればことだな。想像するのはあんたの勝手だ。まあいい。ところで伊蔵がこれからどこへ連れて行かれるのか知ってるか。何の話だ。今日の牢屋だろ。いや、土佐だ。土佐だと。土佐藩大殿山内陽動校から手回しがあったらしい。岡田伊蔵は生かしたまま土佐へ送られる。
何のために伊蔵をとさえ。さあな、詳しい話は分からん。だが山内陽道は土佐勤王党を潰すつもりなんだ。なんだと？なぜそんなことを？土佐勤王党は竹地半平太という男に牛耳られていてな、最近まで陽道公が江戸にいたのをいいことに藩を思い通りに動かしていたらしい。竹地の指示で殺しを続けていた伊蔵は陽道公にとって勤王党を弾圧する材料になる。つまりこの先土佐で伊蔵を待っているのは想像を絶する拷問だ。それじゃ伊蔵がその拷問で竹地の名を吐けば、陽道公は堂々と勤王党を潰せる。その名手である竹地を処刑される。伊蔵はここで殺されていた方が良かったのかもしれんな。土佐勤王党にとっても竹地半平太にとってもな。バカな。それじゃ俺がしたことは。何やあれ。
ぞ。なんやあれ、嫌な感じやな。何？え？いや。いえ。はあ。え？はじめさん、今日のお勤めは終わりはったん？ご苦労さんだす。
ほなまた。中岡だ。入るぞ。岡田伊蔵、お前が捕まえたってな。皮肉なもんだ。かつての仲間をその手で捕まえて、それが竹地の危機にもつながっちまうとはな。まあ、そう落ち込むな。あの竹地はそう簡単に終わる男じゃねえ。あいつなら陽動校に呼び戻された理由も分かっているはずだ。きっとあいつなりに手を打ってある。だといいがな。心配か、竹地のこと。いや、ならいい。あいつのことはあいつに任しとけ。今は東洋様の死の裏を探ることだ。それができる人間は俺たち以外にいない。吉田東洋を親とする俺たちだけなんだ。ああ、そうだな。俺にはやるべきことがある。だから俺は竹地半平太とは違う道を選んだ。死ぬなよ、兄弟。新選組三番隊隊長に任命された斎藤はじめこと坂本龍馬。隊長としての任務の中で、龍馬は新選組の冷酷な本性を目の当たりにする。そして新選組隊長としての立場は、期せずして土佐勤王党岡田伊蔵との対峙につながってしまう。正体を明かすことのできない龍馬は、斎藤をはじめとして伊蔵を倒す。しかしそれが竹地半平太を追い詰める結果を招いてしまうのだった。かつての友に危機が迫る中、龍馬の新選組潜入は続く。勤王の獅子ってのはみんないい声で泣くな。やめてくれ、もう全部喋ったじゃねえか。ああ、知ってるよ。いよいよだな。いよいよ今夜新選組の名を天下に轟かす。なあ局長。あれ、なんだか頭数が減りましたね。鈴木と谷のことか。あいつら敵に人たちでやられたらしいじゃねえか。ったく、だらしねえ。相手はあの人斬り伊蔵だった。仕方あるまい。
そういや鈴木幹三郎って確か伊藤参謀の口利きで隊長に抜擢したんじゃなかったか。こいつは伊藤一派にとっちゃ一大事だ。あと伊藤派で残ってんな平助だけか。嫌だな。俺は昔伊藤さんに兵法を習っただけですよ。これでも司令官以来の近藤派なんですから。だがよ、伊藤さんを局長に紹介したのはおめえじゃなかったか。伊藤さんが新選組乗っ取った暁には副長くらいにはしてもらえんだろ。いい加減にしろ佐野助。新選組に派閥はない。局長以下、我々は皆人中報告を掲げる同志だ。そのことを忘れるな。へいへい、悪うござんした。副長様、土方副長のおっしゃる通りです。どの流派だのどの道場出身だのは関係ない。当然司令官出身の人間だけが優遇されるわけでもない。それが新選組という組織のありようだ。ですよね副長。無論だ。もういい加減本題に入りませんか。私のように人中報告のため新選組に入った人間には司令官だの伊藤派だのそういった浮ついた話は飽き飽きだ。相変わらず固いね松原は。私は勤王を歌い京の町で暴れ回る長州や薩摩の志士たちが許せないだけなのです。副長どうか本題に。噂によれば長州の息のかかった男を捕まえたと聞きましたが。ああ、君たちに集まってもらったのは他でもない。今夜新選組は歴史にその名を刻む。心して聞いてもらいたい。昨夜監察の山崎がとある勤王志士の密偵を捕まえた。名前は古高俊太郎。実はこの男のねぐらから大量の火薬が発見された。大量の火薬やと。そんなもん何に使う気。それを吐かせるために古高を一晩拷問にかけた。そして白状したところ、勤王志士40名による大規模な計画が発覚した。なんなんやその計画っちゅうは。御所放火、連中は大量の火薬で帝のおわす御所を焼き払おうとしていたのだ。御所、ほんまなんかその話。ちょっと待ってくださいよ。でもそれっておかしくないですか。勤王って言ったら帝を敬ってる人たちのことでしょ。なのになんで御所を焼き払わなきゃならないんですか。御所に火をつければ京都を守る幕府の役人が集まってくる。我々新選組もだ。それを一気に皆殺しにする気だったらしい。なら狙いはわしらっちゅうことか。なんや、おもろそうな話になってきたやないか。いや、やつらの真の狙いは我々ではない。むしろその先、火災に乗じて御所から帝を奪い去ることにある。帝を奪う。やつらの狙いは帝を手に入れて倒幕の勅命を出させることだった。結局連中は帝を政治の道具としか見ていないということか。なんてことだ。で、わしらは何をやればええんや。その40人をとっ捕まえて切ればええんか。まあそう焦るな。実は今監察の山崎に連中の根城を探らせている。
おそらく今夜にでも会合を持って計画の練り直しに動き出すはずだ。我々新選組は今夜その根城を襲撃する。よっしゃ、気持ちが乗ってきたで。久々に思いっきり暴れられそうやな。せやけど40人もの勤皇志士相手となるとどう戦ってええもんかわからんの。んなもん切って切って切りまくればええやろうが。お前はそれでいい。せやけど甲州流軍学を極めるわしとしてはもっと無駄のない大将首に狙いを絞った戦いをしたいんや。そないなもん賞金目当てなだけやろ。金がないことにはタイは動かせんからの。副長、せめて誰が敵なのか名前ぐらい情報はないんですか。主犯格は長州の吉田利麿という男のようだが、この計画には様々な藩の人間が関係しているらしく特定が難しい。長州では酒井、北野、土佐藩では長井、佐々木、中岡とかいう男の名前が出ていたが、何だと。斎藤、どうかしたのか。いや、別に何でもない。そしたら吉田利麿を取れば方針は跳ね上がると。まあそういうことになるだろうな。よし、他に聞きたいことはないな。それじゃあ私と伊藤さんは夜までに襲撃の手はずを決めておく。諸君はそれまで通常通りに。我々が普段と違う動きをすれば連中に襲撃を気づかれるからな。